はい、こんにちは、ダビキューと言います。今日もですね、レッスン動画の方を撮っていきたいと思います。で、今日はですね、ブルースに欠かせない3連のリズムの方をちょっと、撮っていきたいと思います。で、ブルースを弾くには、どうしてもこの3連っていうのは外せないですね。8ビートよりは3連のリズムと、シャッフルですね、が非常に多く出てきます。まあ、それについて今日は、お伝えしていきたいと思いますので、最後まで見ていただけたらと思います。はい、それでは、早速レッスンの方入っていきたいと思います。で、今日は、3連のリズムですね。で、最初にもお伝えしたんですけども、まあ、ブルースというのはこの3連が、どうしても必要になります。8ビートの曲よりこの3連の曲の方がだいたい7割8割ぐらい比率であるんじゃないかなと思います。あとシャッフルですね。シャッフルというリズムも非常に多く出てきますので、今日は一緒にこの3連とシャッフルと、やっていきたいと思いますので、はい、それでは早速、リズムの方を弾いていきますね。で、今日はメトロノーム使います。これもスマホでアプリが取れますんでね、取っていただいたらと思います。はい、ではいきます。テンポ90ですね。はい、今のが、3連のリズムになります。で、頭がまあここのアクセントの頭はここになるんですけども、メトロノームのアクセント、ちょっと絵が下手くそですけども、足をねリズムで通るようにしてください。タッ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 ですね。そうするとまあ体でもこうリズムを覚えていきますんで、 K だけでやってしまうとね、どうしてもリズムが入ってこないので、まずは足と一緒に、手も一緒に動かす形です。タッ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 ですね。で、次シャッフルですね。シャッフルはこの3連のこの真ん中の音がなくなった形です。よく譜面上でイコールで、そんなのよく見たりすると思うんですけど、なければ、気をつけてちょっと上の楽譜の上のところを見ていただいたら、こういうのがあったりしますね。そう、こういうのがマークがあると、3連のリズムで弾いてください。シャッフルのリズムで弾いてくださいということですね。で、シャッフルもちょっと弾いていきますね。同じテンポ90で弾きます。で、今日はコードを鳴らさずこのカッティングの音だけでやってますので、ではいきます。間違えました。シャッフルですね。はい、今のがシャッフルになります。で、この真ん中の音がないので、この左と右の音だけでこう鳴らしてますんで、こう跳ねるような感じですね。で、ピッキングは見えますか？ダウン、アップですね。ダウン、アップで弾いていきます。で、次にですね、3連はこうダウンピッキングでこう1、2、3、1、2、3って弾いてたんですけども、次にこうダウンとアップと、合わせたのをちょっと弾いていきたいと思います。はい、今ちょっとホワイトボードをさっきの消して、3連の譜面を
また書いたんですけども、この印がダウン、アップ、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 ダウン、アップですね。で、これが足のマークは、アクセントですね。ワンタッタ、ツータッタ、スリータッタ、フォータッタ、ワンタッタ、ツータッタ、スリータッタ、フォータッタっていうリズムになります。で、これをまたメトロノームで合わせていきますんで。では、いきます。すみません、間違えました。っていうのが、ダウンアップを使った3連のリズムになります。で、このダウンアップのリズ、3連はちょっと難しいかもしれないです。これもまあテンポ、今90でやったんですけども、50とかね、ちょっとゆっくりめで、徐々に慣れていただくのがいいと思います。まあ、基本的なリズムの、3連のリズムっていうのはこれでおしまいになります。はい、それでは最後に、コードの音を鳴らして、テンポ90で弾いていきます。キー A で、で、すべてダウンで弾いていきます。1、2、3、4。はい、どうでしたでしょうか。今日これで終わりたいと思います。まあ、最後のキー A でやった分は、おまけでやってますので、あれももし、慣れてきたら、試してみていただいたらいいかと思います。で、最初の頭の音だけ、鳴らして、あとはカッティングで弾いておりますので、ぜひ、やってみてください。はい、どうも最後まで見ていただきましてありがとうございました。